目、12月の17日です。今日も神井三坂に来ております。でね、日曜日っていうこともあって、麓のリフトなんですけど、結構リフトの待ち時間ちょっとあるみたいです。で、滑ってきてみたいと思います。ね、日曜日なんでリフト待ちがどん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 増えていっております。今第1ペア降りてきたんですけど、上登ってきてもそこまでさほど爆風じゃない。今日も人が多いので気をつけて。雪がね、どうも日が当たってて暖かいので、そんなに寒くないので柔らかいです。なのでもうボコボコ。またね、捕獲されたよ、捕獲。捕獲だよ、捕獲。お先、お先。あ、抜かれた。手が初めてだよ、手が初めてだよ。ダイナミックに行ってまった。ちょっと波を。坂滑ってきました。今日はもうひたすら練習してました。でもう今日はあの前の第一リフト沿いのレインボーコースばっかり滑ってました。はい。で今日はね、日曜日なのでやっぱさすがに人が多かったです、ね、今もこっちこっちほら、ね、まだリフト待ち、まあ、そんなに言うほど時間は待たないですが、はい、リフトもちょっと並んでいる状況です。滑った感じは今日も昨日と変わらずね、あの暖かいのでゆるゆるのバーンで滑りやすかったです。女子チャンネルの登録お願いします。では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 。